こんにちは、お料理くまチャンネルです。今日は濃厚なウニクリームパスタを作ります。それでは行ってみましょう。材料はこちら。ニンニクは中の芽を取ってみじん切り、玉ねぎは薄くスライスします。パスタを茹でるお湯に塩を入れて、沸騰したらパスタを入れます。麺がくっつかないように時々かき混ぜてください。弱火でフライパンにオリーブオイル大さじ2、ニンニクを香りが出るまで炒めます。次に玉ねぎを加えて透明になるまで炒めていきましょう。玉ねぎが透明になったら、パスタの茹で汁お玉1/2杯、牛乳、生クリームをそれぞれお玉1杯入れ、フライパンをよく揺すって油と水をなじませます。そこにウニ大さじ1を入れて軽く潰し、塩、砂糖、ブイヨンをそれぞれ小さじ1/2、胡椒少々、パルメザンチーズ大さじ1で味を整え、少し煮詰めます。茹で上がったパスタをソースに絡め、お皿に盛り付けましょう。上にウニ大さじ1をのせて、オリーブオイル、パセリを飾って完成です。ウニの濃厚な味とクリームソースがぴったりです。お皿に残ったソースもパンにつけて食べてください。次回は豆腐とアボカドのごまドレサラダを作ります。お楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。今回のウニクリームパスタの記事もブログにありますので、遊びに来てください。動画ビジネスをクリックして無料レポートをゲットしてください。